横浜からのランは送った。やったー、男。いや、まさかまた純子さんのところで酔いつぶれたんだろうよ。まあ、たまには男のところでも泊まってくれいいのになんかじゃな。あ、大丈夫でってみち、あんた純子さんとこへ泊まるんならさ、電話ぐらい入れなきゃダメじゃないの。子供じゃないんだから、いちいち電話なんかしてらんないわよ。だけど一応嫁入り前の娘なんだし。一応で悪かったわね。私今日寝る。おやすみ。お休みって起きる時間だよ、もう。今日私具合悪いの。西の親さん、鉄道達子さんにやらせばいいわ。どうしたの？え？具合悪いの？持っといてよ。みち、はい、並木法律事務所です。はい、おはようございます。並木先生ですか？はい。いないって言ってくれ。あ、並木先生まだお見えになってないんですけれども。はい。は？虹の湯の同意書の件ですね。はい、かしこまりました。あの、お見えになったらすぐにお電話差し上げますので。はい、はい、失礼いたします。白石社長からです。虹の湯の同意書を早く持ってこいって。ん？持ってこい？いや、道田サインしたんですか？いえ、まだだ。先生、そろそろこの件何とかしていただかないと。あの白石社長が失礼でもしたうちはおじゃんですよ。じゃんなんて掘りつかないようなじゃ。壊滅だよ。大げさなんでいくんじゃ。不快だ。グツグツ言うな、グツグツ。何でしたら私がサイン、見せたんからサインもらってきましょうか。え、だって大山君、ん、君はだってほら、そうそう、確かに先日あのギブアップして虹の湯の件から手を引かさせていただきましたけどもね、今になって攻略法が分かったんですよ。攻略法？強気には強気ですよ。みちさんの横っ面ペシペシ張り倒して、その後カパッと抱きしめてサインしねえとただお金ぞ。こら、道、頼むんですよ。これ、私やりましょうか。君は何を言ってんだ。何言ってんでしょうね、私ね。虹の湯行ってくる。ごめんください。はい。あ、
こんにちは。おお先生、グッドタイミング。ミチさんいらっしゃるかな。おお、アツコ先生来たぞ。アツコさんじゃなくてミチさんいらっしゃる。今ね、ちょうど先生のところ行こうって話してたとこなんですよ。アツコ、アツコ。あ、綺麗なウェディングドレスですね。いやでもあの借りるだけで7万円ですからね。いや参っちゃいますよ。じゃあ借りるんだバカ。であのミチさんはあの出かけてらっしゃる。あ、どちらに。いい、何ですかね。具合が悪いとかで寝ておりますが。具合悪い。いやあの先生、あのそういうことよりですね、あの僕たちの結婚式にはあの出ていただけますか。いや僕はそういう立場じゃないから。いやいや、そういう立場なんですから。あの先生はあの俺たちの将来にとって今一番大切な人なんですからな。そうそうそう、私たちが幸せになるのも不幸になるのも全ては先生の尊敬にかかってるんです。冗談じゃないわよ。あ、おねえ、なんで梅体席にこんな人呼ばなきゃいけない。ミチ、なんてこと言うんだよ。私この人が出るんだったら出ないからね。あ、ちょっと何言ってるのよ。ミチ、ミチ、お母さん、ちょっとミチさんに話がありますんで。ああ、ちょっと失礼。気まとわないでください。あのままほっとくわけにいかないじゃないか。あなたの顔も見たくないの。どうしてだ。どうしてって、人を騙しといてよくそんなとぼけたことが言えるわね。自分がどんなに人を傷つけたか分かってないのね。君を傷つけた覚えないよ。白石社長があんなこと言ったとしても君は信じる必要ない。勝手なこと言わないでください。君はね、僕と白石社長どっちを信じるんだよ。僕はね、仕事のためにね、仕事のためにあんなことするような人間じゃない。もういいから帰ってください。あなたの顔見てると自分が情けなくなるだけだ。どうしたって悪い方に悪い方に解釈するんだよ。そうやっていつも私を追い込めるのは先生じゃないですか。君は傷つく必要ない自分をね、情けないなんて思わないでくれよ。思いたくて思ってんじゃありません。だけど考えれば考えるほど私ってなんてバカな女だと。だからそ…ミキ、ジュンコさんから電話。とにかくもう何もお話しすることありませんから。あの、何かあったんですか。いや、別にやりません。いらっしゃいませ。ご注文。コーヒー。ねえ、突然だけどさ、本当のこと聞かせてくんない。ミチは先生のこと好き。ねえ、どうなのよ、はっきり言ってよ。なんとも思ってないわ。本当に。じゃあいいのね、私が先生に迫ってもミスと喧嘩になんないよね。どうぞ、私関係ないから。よかった。私さ、ミチの気持ちだけが気になってたんだ。先生を取っちゃってミチを裏切ることになってミチと絶交等なんてこと、そんなことになったらさ、もう私どうしようかと思って。そっか、それだけは嫌だったんだよね私。大丈夫よ、あんな男のために私と純子が裏切ったのどうのって、そんなのあるわけ。ないじゃない。そうよね、私たちさ、高校の時から大の親友だもんね。そうよ、女の友情よね。だけどさ、みち、もしかしたら私の方が先に花嫁衣装を着ることになるかもしれないけど、ごめんね。大丈夫よ、ミチだってすぐいい人見つかるから。はあ、よかった。おかえりなさい。おかえりなさい。先生、人が悪いな、どうして教えてくれなかったんですか。家の上の娘さん、立ち退きに同意したそうじゃないですか。白石社長に聞きましたよ。白石社長来たのか。いえ、会社で待ってますから、サインの入った同意書持ってすぐにいらっしゃるようにって、今日5回も電話あったんですよ。しかしよかったですね、これで白石社長の怒鳴り声も聞かなくて済むし、並木法律事務所も安泰だ。さあ先生、嬉しいんだからそういう渋い顔をしちゃったんですよ。白石社長待ってるんでしょ。そうです。だからそのなんだ、サインもらってきたんでしょうから、サインを。いや、立ち退きの話はしてこなかったよ。あ、え、それどころじゃないんだ。それどころじゃないって、じゃあ虹の湯には何をしに行ったんですか。
先生。何ですって？まだサインをもらってない。申し訳ございません。じゃあ何なの？ただあの娘と寝ただけなの？とにかくもう少し時間ください。必ず同意書にサインをさせますんで。呆れた人ね。仕事のために寝たくせに肝心のことを忘れるなんてどうかしてるんじゃないの？いや、それは違います。あの、私が彼女とああいうふうになったのは、その栄一さん、弁解する必要なんかないわ。あの娘だって楽しんだんだし、最近の若い娘はね、セックスなんかスポーツと同じだって考えてるそうだから。お言葉ですが、彼女はそういう女ではありません。あら、妙なこと言うわね。一回寝たぐらいで惚れちゃったなんて言い出すんじゃないんでしょうね。そんなこと許しませんからね。で、どうするの？難波物産とは契約書を交わすだけになってんのよ。先方が来た時に、実はまだ立ち退きさせられないでいますなんて私に恥をかかせるつもりなの？とにかくもう少し時間をください。何を甘ったれたこと言ってんのよ。いつまでもそんなこと繰り返してると本当にあなたの事務所と手を切るわよ。あなたはね、それでも一人でやっていけるかもしれないけど、部下を路頭に迷わす気なの？ねえねえ、これ似合うかしら？ねえ、どう？みち、自分の方が専門家なんだから自分で選べばいいじゃない。愛情が絡むとさ、センス悪くなっちゃうのよ。ねえ、じゃあこれは？ちょっと派手かな。でもさ、大丈夫よね先生、ほらドレッシーだから。純子じゃあねえ、これほら。純子。うん？何？やめた方がいいよ。あ、そう？んじゃねえ。あの先生だけはやめた方がいいよ。ん？先生？どうして？どうしても。死んだ真似して百数えんの。どうしたの？うん、お姉ちゃんね、今日はちょっと具合悪いの。風邪？熱あんならさ、薬飲んで寝てた方がいいよ。うん、ありがとう。でも大丈夫だから、さあ、ほら、こうやって遊びなさい。よし、行くぞ。バン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 。お姉さん、あ、お姉さん、先生がお見えですけど。あ、じゃあ私お茶でも入れますね。すいません、私ちょっと具合が悪いんで失礼します。ちょっと待って、5分でいいから話聞いてくれ。信じてくれないか。僕は君を傷つけた覚えはないし、騙したわけでもない。それだけは信じてもらいたいんだ。先生、指のことはもう全部忘れたいんです。先生を責める気ももうありません。私がバカだったんですから。だからどうぞお帰りください。ミチさん、どうして自分を信じようとしないんだ。もうやめてください。これ以上言われると私分からなくなるんです。
それが嫌なんですよ。私自分のことが分からなくなるのが。とにかく私の前からもう消えてください。また来ます。これ誰が着るの？私。ケンジも大きくなったら着るか？やだ。お姉ちゃん。ん？あれ着ればいいのに。ああケンジ。そうね。いつか着るかもしれないわよ。ねえ、いつか着るかもしれないな。で、あんたバンダどうしたの？じいちゃんが座りたいって。私が具合悪い時ぐらい手伝ってくれたらどうなの？すいません。あんま謝ることねえよ。何が具合悪いんだよ。そう言ってフラフラしてサボってんじゃないか。結局俺は自分の仕事を休んでこうして結婚式の打ち合わせをしてんの。何よ偉そう。大体何これ。結婚式なんていうのはね、時間が来れば勝手に始まって時間が来れば勝手に終わるもんなの。打ち合わせなんかする必要なんかないのよ。めちゃくちゃ言うなよ。こんな悔しかったらな、自分も結婚式あげれば。ケンジ、助け、お父さん来てるから帰りなさい。だっていいから、また遊びに来ればいいじゃない。お父さんがいいって言ったらね。お姉さん、お姉さん、ちょっと、お姉さん傷ついたわよ、絶対。しょうがねえだろ、まあ、急にシリアスにやられちゃ俺だって達成がねえよね。行こうか、行こう。アイスクリームでも買っていこうか。うん、どうしたの。何でもない、行こう。おう、ねえさん、俺昔から言葉きついけどさ、心のあったかい持ち主だって、そう思うよね。なんつうか、そのお姉さんへの愛情のこう裏返しっていうか、全部逆になっちゃうっていうか、分かってるね、そんなことね。かえってやぶへびだったんじゃない。鉄お姉さんが一番気にしてること平気で言うんだもん。先日も言った通りですね。未知のことですか。そうです。だったら気にしないでください。あの子ね、先生のこと何とも思ってないそうですから。未知さんはそうかもしれないけども、僕は。先生、私のことそんなに嫌いですか。いや、嫌いとかそういう。嫌いじゃない、よかった。純子さんね、僕はね、未知さんをね。先生、未知と何かあったんですか。もう先生ったらバカみたい。私騙されたっていいんです。おもちゃにされて捨てられたっていいんです。だって私は先生のことが好きなんだから。先生、どうしてそう真面目なんですか。私先生みたいにそんなバカ真面目な人大っ嫌い。ちょっと純子さん、何も言わないで、私もっと強く抱いてください。純子先生、申し訳ないけども、
お引き取りください。おじいちゃん、何不用心だろう、鍵開けっぱなしじゃ。あ、そうでしたね、開いてました。それと、何か。あ、勝負だ、勝負。勝負、うん、勝負だ。将棋ですか。うん。いや、あの、実はですね、おい、ちょっ、あれあれじゃないよ、あんた。さっさと座れや。さあ、今夜は孫の敵討ちだ。ま、孫、あ、みちさんですか。あんた、ゆうべまた道を騙したそうじゃないか。ゆうべとぼけんじゃないよ。今朝脱衣所であんたとみちが喧嘩してるのは私は隣で聞いたんだよ。そうですか。人の孫をあんなに悩ませてあんたそれでいいと思ってんのかい。すみません、しかしあれはあの、みちさんの誤解でして。騙されたのは私の方なのよ。騙された？そうよ、あの男ったら虹の湯を立ち退かせるために私をたぶらかそうとしただけなんだ。あー、また始まった。何が？本当に騙されたと思ってんの？そう決めつけて逃げてるだけじゃないの。逃げてる？そうよ、あんたはね、昔っからそうなのよ。いつも肝心な時になると、あの男はもう飽きたとか、私がちょっかいを出すからとか、虹の湯があるからとか、いつもこれからって時になると必ず逃げ出すんじゃないの。逃げ出したりなんかしてないわよ。あんたはずるいわよ。自分が傷つくのは怖いだけじゃないの。自分の気持ちに素直になれないだけじゃないの。素直になればいいっていうもんじゃないじゃないよ。何よ、自分の気持ち、自分の気持ちって相手の気持ちも考えずに入れ上げるからすぐに振られちゃヒー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 泣くんじゃないの。何よ、悔しかったらね、あんたも男のことでヒヒヒヒ泣いてみなさい。私別に悔しくなんかないわよ。あんたの人生って面白くもおかしくもないわね。何よ、純子に何がわかるのよ。一人で好き勝手に生きててそんなこと言う権利ないわよ。冗談じゃないわよ。女一人でね、ブティックやってくのどんな苦労してると思ってんのよ。それだって自分のためのブティックでしょ。私なんか何やってると思うのよ。みんなのためよ。虹の湯が潰れたらさ、うちの家族どうなると思ってんのよ。何がみんなのためによ。それが傲慢だって言ってんのよ。傲慢？あんたはね、虹の湯を最後の逃げ場にしてるだけじゃないの。家族のことも少しは考えなさいよ。あんたが辞めないから辞められないだけかもしれないでしょ。少しはみんなのこと。うるさい。いったいたいた、やったわね。何よ、何よ、もう、もう。何よ、私は先生のこと諦めないからね。何よ、一回ぐらい寝たぐらいで。勝手にしなさいよ。私関係ないからね。本当にバカなんだから。あんたこそバカよ。一生ね、一人でいなさい。あんただって一人でいなさいよ。何よ、本当にバカよ。あんたこそバカじゃないのさ。どうもややこしいことになってるようだね。俺の体がもう少し自由なら、あんたなんか首根っこしつかんで掘り出してやんだ。みちは女だからそれができねえんだよ。あんたを掘り出す力はあっても、いろいろと邪魔な思いもあるようだ。不憫なやつだよ。俺はもう申し訳ねえと思ってる。あ、そうだ、先生が見えてる。ご挨拶してきたら。別にいいのよ。ブーケ持ってきたわよ。綺麗、あつこさん。ありがとうございます。じゃあ、あの、私ちょっとお客さんに挨拶してくるからね。お姉さん。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。こちらこそ。
いいじゃないですか。結婚式の後というのはね、大体しんみりしちゃう。飲んでます。飲んでます。ジュース飲んで。ジュースですか。わ、寂しいな。今日は本当にどうもありがとうございました。生涯最良の日です。大好きだった。いや先生さ、俺さ、結婚式なんてバカバカしいって思ったんですけどね。これやってみると意外と気持ちいいもんすね。おい、これね、早くお姉にこの味を味わわせてやりたいなっていう気分ですかね、今。はい。お姉さんは？あっちに。おねえさん何そんな暗い顔しちゃって。浮かれてられんのは今日だけよ。俺の結婚式の時にそういうこと言わないの。そうじゃないの。いろいろと問題があるんだから。そうだからそういうこと言わないのって今言ったばっかしなのに言わないの。旦那もうお兄さん写真撮る。写真写真撮るの。やったやった。写真撮る。写真おねおね記念。いいよ記念なんだからさ。俺ここでいいか。お姉さんちょっと顔が暗いから。暗いの。行きますよ。せーの。あ、これ巻いてるやん。金取るよ、たちよ。せーの。チーズ。バチッ。ちょっと見ないで。オッケー。笑った笑った。さあ飲んでよ飲んでよ。こっち兄ちやっと来たわね。ほら今夜はさ陽気にパーッと飲もうよね。先生虹ロイやめます。私立ち退きますから。何した？虹の湯立ち抜くって。嘘嘘嘘。ミチさん、ちょっと待って。ちょっと待ってね。離してよ。ほっといてよ。いいでしょ虹の湯立ち抜くって言ってるんだから。立ち抜くの話なんかしてない僕は。だって。君とは僕のことだ。そうはいかないの。分かってるよ。分かってるよ。君がどんなに。家族を思ってるか、どんなに虹の湯のことを愛してるか分かってるよ。そうよ。どうして私ばっかりがこんなに貧乏くじ行かなきゃいけないのよ。何がウェディングドレス綺麗よ。あんなの釜場の巣で真っ黒になりゃいいのよ。私なんか毎日真っ黒になってるっていうのに。先生、どうして私はみんなが幸せになるのばっかり見てなきゃいけないんですか。先生知ってる？私は生まれてこの方、人からお祝いもらったことないのよ。私は何であげたか分からしないわ。結婚しました、はいおめでとう。赤ちゃんができました、はいおめでとう。幼稚園に入りました、小学校に入りました、おめでとうおめでとうおめでとうって。その間私はゴシ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 タイル磨いて、よいしょよいしょって重たい薪運んで、いらっしゃいます、機嫌悪い時だって愛想笑いして、もう冗談じゃないわ。嫌いよ、もう嫌いよ、大嫌いよ。虹の湯なんか燃えてなくならないんだわ。いや、もんじゃない。私だってこんなこと言いたくないわよ。だけど、だけど先生、立ち退いた後どうするの。その後、おじいちゃんと母さんと私、どうするのよ。
生活していけばいいのよ。立ち退きなんかもう立ち退きなもうどうだっていいんだわ。どうだっていいのよ。私虹の糸心中します。それでいいのよ。どうせ私なんかそんな不幸な星の下に生まれたんだから。離してよ。離してよ。結婚しよう。俺と結婚しよう。